ていただいてありがとうございます。旅する着物男子馬王慎です。この動画面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、2日間にわたって鳥取県内の観光スポットを可能な限り巡ってきたわけなんですけれども、楽しい旅の後には必ず帰り道があります。はい、再び青春18切符のみを使って東京へ帰ります。また15時間のハードな旅の始まりです。僕にとってはハードですが、皆さんにとってはゲラゲラ笑っていただけるのか、それともハラハラしていただけるか、それは想像がつかないんですけれども、ぜひぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。現在の時刻朝の6時をちょっと過ぎたところですね。スタート地点はここ、倉吉駅から始まります。6時19分の山陰本線に乗って東京へ向かいます。では今回の旅を始めていきましょう。ママが手を振ってくれています。めちゃめちゃ便利の悪いところからなんですけど、ここから山陰地方の日本海を望む景色をお見せしたいと思います。Yeah.
鳥取駅に到着しました。これから因美線に乗り換えます。因美線早いものだともう地図行きの7時22分が来ているんですが、もしかしたら乗れないかもしれないです。ちょっと頑張ってみます。
回3回目の津山駅です。前回の往路の方ではここはゴールでした。今回は途中駅です。次の乗車する電車ですが、紀新線に乗り込みたいと思います。紀新線次の佐用行き9時56分出発だそうです。今現在時刻が9時29分、まだちょっと時間があります。今回3回目です。ビーズのお二人です。ビーズのお二人またお会いしましたね。ちょっと一服してから紀新線に乗り込みたいと思います。新鮮に乗り込みました。これで乗り継ぎを挟んで姫路まで一気に行きたいと思います。到着しました。おそらく数駅で姫路に行けると思います。姫路の乗り回し駅の姫路はさらに乗り換えが必要だそうです。
吉駅到着しました。倉吉駅を出発しておよそ6時間経過しまして、大変な移動ではあったんですが、美しい景色なども見れて満足いく旅でした。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。もし面白いと思っていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。第2章に続きます。